えー、こんばんは、たびけんです、えー。私を構成する42枚から1枚ずつ説明していくラジオ第、えー、14回ですね、えー。スマッシングパンプキンズのメロンコリーザインフィニティサッドネス、えー。1995年のアルバムですね。えー、っとです、ちょっと久しぶりの収録になっておりますが、 えー、聞いてる方には関係ないですね。えっ、ー、とですね。スマパンですね。略して。スマッシングパンプキンズということで、えっ、ー、と、このバンドの、えっ、ー、と、3枚目のアルバムになってますね。2枚組の対策アルバムです。で、これ、まあ、スマッシングパンプキンズというバンドは、えっ、ー、とですね、第8回で触れたニルバーナー。 同じような、まあアメリカの90年代のを代表するバンドで、えっ、ー、とまあいわゆるグランジ、まあグランジというかね、まあグランジオルタナティブっていう、まあ広い意味で言うと、そのジャンルのまあこうビッグネームとして知られているかと思いますね。まあグランジっていうジャンルは、そのニルバーナの回でも触れましたけど、こう、まあちょっと汚い音で、 ハードロックとパンクと折衷みたいな。で、ちょっと暗いみたいな、こう、そういう時代をね、90年代ちょっと鬱っぽい時代を代表するサウンドみたいな感じなんですけど、えー、っと、で、シアトル出身のバンドを基本的には指すと思っていただければいいのかなと思うんですけど、えー、このスマッシング・パンプキンズはシカゴのバンドで、だからちょっとグランジかと言われたらあれですけど、まあでもグランジでいいんじゃないかなとも思いますね。えー、っと、 その1991年にディッシュってアルバムでデビューしてるんですね、このバンドは。で、1991年といえば、まあ、ニルバーナの、えー、ネバーマインドだったり、えー、パールジャムのテンというアルバムだったり、まあその他にもね、まあ、グランジじゃないアルバムでも91年って結構いろんないいアルバム出てるんですけど、まあレッチリのね、代表作とか。えー、まあその91年デビューで、まあこう、シカゴから出てきたとはいえ、 こういうちょっとハードロック的な、昔のハードロックを思わせるようなサウンドでちょっと出てきたので、まあお前らもまあグランジブームのうちの一つのまあうちの一つだろうみたいな、まあそういう捉え方をされてたっぽくてですね、まあそれに、そういう、それじゃああかんと思ったね、このバンド側はね。まあ音楽性をこう進化させていって、セカンドアルバムのサイアミーズドリームという93年のアルバム、まあこれ結構代表作として、 あのー、紹介されることも多いアルバムで、まあ、ジャケットもあの女の子が2人こう並んでる可わらしいアルバムね可わらしいジャケットのアルバムででこのとこれ、まあ、このアルバムかこの今回私が紹介するメロンコリーか、まあ、メロンコリーそし,て悲しそして終わりのない悲しみって放題ですねですけどまあまあこのどっちかだよなとは思うんですけど えっとね、まあ、ギッシュからサイアミズドリーム、ファーストからセカンドまでは、結構そのファズっちゅうか、まあエフェクターとかね、ギター弾く人はわかると思いますけど、ちょっとこう、ぶっつぶれた、ちょっとファジーなサウンド、ファズによるね、そ、そういうのでギターをガンガン弾いていくみたいな、そういうサウンドで、まあこの、それ以降もファズは使ってるんだろうけど、よりこう、ビッグマフ、まあちょっとね、この辺はあれですけど、ビッグマフっぽいんだよな、やっぱり。 あの初期は。で、えーっとまあ、このスマッシング・パンプキンズのすごいいいところという特徴的なところというか個性的なところは、えーっとまあ、このハードロック的なグルーブというか、まあ、ドラマーがねこうジミー・チェンバレンっていう人で、まあ、すごいんですけど結構パワフルでテカスが多くてみたいな。 ドラマーで、まあそういうものと、こうハードロック的なリフから生み出されるグルーブみたいなのもかっこいいんですけど、で、その、で、まあそういうハードロックリバイバル、70年代ハードロックリバイバルみたいなのは、まあグランジっていうのはそういうものが本質だとは思うんですけど、で、あのー、スマッシング・パンプキンズの場合は、やっぱニューウェーブ、イギリスの80年代ぐらいのニューウェーブにも強い影響を受けているっていうのが、まあなんか特徴、 割こういうまあニルパンまあ例えばニルバーナでもまあいわゆるそのパンクイギリスのパンクみたいなものにはもちろん影響を受けてたりするしあのバセリンズみたいなああいわゆるアノラックとかって呼ばれるようなギターポップ的なものそういうものに影響を受けたりするのもあるからまあそんなにその珍しいことではないのかもしれないしまあねだ何回も言ってるけどダイナソー・ジュニアがザ・キュアをカバーしたりとか そういうい、ね、ピクシーズがジーザーメリーチェーンをカバーしたりとか、まあそういうことはあったから、まあそんなに特筆すべきことでもないのかもしれないけど、でもやっぱそのだいぶすごい、そこがなんかいいところっていうか、あの、ニューエイブっぽいっていうか、まあいわゆるキュアとか、えー、ニューオーダーとか、あとまあそのゴ,ゴスっぽい、ニューエイブの中のゴスっぽい感じとか、そういうのをすごい取り入れてるバンド。 で、その辺から来る、多分ニュ,ニューオーダーとかキュアから来るこのキラキラなか、キラキラしたサウンドとか、メロディーセンスとか、そういうのも結構受け継がれてる感じがあって、そこがやっぱスマッシングパンプキズンズめっちゃいいところかなっていうのはありますね。で、まあ、あのー、そう、あのー、サイアミーズドリームって言っても、もうなんかこう、ただのグランジであったり、ハードロックじゃない、こう、静かな楽曲っていうか、メロディアスな。 美しいこう、まあ、ストリングスを入れたりとかっていうディスアームって曲とかねそういうのもあるんですけど、えー、この今回紹介するこの2枚組のメロンコリーの方はよりこうなんだろうな激しい楽曲といわゆるこうニューウェーブ的な静かなというかキラキラしたサウンドの楽曲がまあこう二分化されているというかそういうのがとってたくさん詰まってるっていう、まあ、アルバムですね。 なかなか2枚組のアルバムってね、聞く、聞くのハードル高いんですけど、まあこの、数少ない、こう、聞ける、通して、まあ通して聞くことはあんまないけど、まあこう、なんだろうな、気軽に聞ける、すごく好きな2枚組のアルバムのうちの、まあ、数少ないうちの一つという感じですね。えっ、ー、と、まあまずね、この、ディスクワンの方はね、やっぱりこのに、 2曲目の「TONIGHTONIGHT」っていう、まあ、代表曲だと思うんですけど、まあ、グランジ的なサウンドにこ,うこ,のロンこのバンドの過剰なロマンチックっぷりというかそういう戯曲っぽい感じっちゅうかなんていうのかな過剰なねドラマチックさまあそこの、まあ、ス,タリンストリングスがガーッと入ってまあこうド,リドラマチックな感じの、まあ、代表曲がありましてあと3曲目の「ジェリー・ウィディ」も結構こうグランジっぽいというかなんかあの浮遊 なんかこう手数が多いドラムとかギターをガーッと歪ませて疾走させるみたいなのがなんかもう浮遊感がなんかこう感じるっちゅうかねこれ独特な質感だと思うよ。およそかっこいいですよね。で4曲目ゼロと「0」とまあこれはまあ短いリフのグランジっちゅうか感じですね。あとまあ6曲目の「えー、バレット・ウィズ・バタフライ・ウィングス」これはまあこれ結構ザ・グランジって感じだと思いますけどね。グランジ入入門編として こう生ととっていいいうう感じがいいと思うけどねで、僕はこのディスク2もかなり好きで、ディスク2めっちゃいいというか、まあ、なんかね、まあその、まあ、トゥナイト,トゥナイトとかよね、その代表曲だし、このバレット・ウィズ・バタフライ・ミングスとかも分かりやすかったんですけど、なんかね、やっぱね、まあディスク1、ディスク2はどっちもだけど、思ったよりね、メロディーが、なんちょっとぬるっとしてるんですよ。 なんていうのこう、キャッチいや美しいメロディーなんだけど、意外とすごくはっきりキャッチっていうわけではないっていうイメージが僕はスマバンの中にちょっとあって、まあでもあれか、あのー、このセカンドアルバム、サイアミズ・ドリームの中に入ってる、まあほぼ代表曲と言っていい、トゥデイって曲はまあわかりやすいけど、まあトゥデイから入った方がいいかなと思いますけどね、このバンド。トゥデイとトゥナイト i ナイト。この2曲から入った方がいいと思うけど、えっとね、このディスク2の方はね、 まあこの1979とかですね1979って曲とかあとね33とかね俺33って曲すごい好きなんだけど最初聞いた時は何かいきそうでいかないっていうか何かこう中途半端な曲だなっていうか盛り上がれそうで盛り上がらない曲だなと思ってたんですけど、まあ、このシンプルなコード進行でえー、っとまあこうまた、あ、静かなというかちょっとメローなタイプの楽曲なんですね。 で、でもこう PV はね、すごいゴスっぽい PV っていうか、なんかファニーでゴスっぽいみたいな,な。なんか意味はわかんないんだけど、なんか泣けてくるファニーさみたいなのがあって、すげえ好きですね。好きっていうか、まあなんか結構、ちょっと経ってからこの CD を初めて聞いた時より、まあその2、3年後、3年後ぐらいに、4年後ぐらいかな。ようやく33の、33めっちゃいいなって思ったっていう。で、まあこの、 他のまあなんだろうな。結構、いわゆるメタリックでハードコアに振り切りましたみたいな曲も入ってるんですけど、ディスク2は。だから結構、激しい方は激しい方に振り切ってて、で、静かな曲が結構多いかな。えー、っとね、だからね、もう11曲目からね、14曲目、まあ14曲目で最後なんだけど、この辺はもうね、あ、これアルバムも終わるのかなっていうね。<laughs> この11曲目、ビューティフル。まあほど一番好きかもしれない、このバンドで。とか、 で、リリー、バイ、スター、スターライト、で、フェアエード・グッドナイトっていう、まあ、このね、この最後の4曲はね、なんか、なんていうの、しつこいぐらい、しつこいっす、ちょっとでも。このアルバム、あ、なんかすっげえいい曲だから、これ終わるのかな、このアルバム、と思ったら、まだ続いて、ああまだ、さらにいい、美しい曲が来るんね、つっ,って。終わるのかな、いや、またさらに来るのね、みたいな、ちょっとしつこいっすね。<laughs> で、まあまあ、でも本当にいいアルバムですし、 このディスク2の5曲目の1979、えー、1979、ね。これも PV がね、本当に当時の、えー、ユース、若者の、アメリカの若者の青春映画みたいな感じで、もう PV もまあ必見ですね、これは。で、この PV の内容を、ね、インスパイアされて、ガリレオ・ガリレイは、あの、サヨナラ・フロンティアっていう曲の歌詞を書いたっていう。 エピソードはありますけど、まあ、サヨナラフロンティアもめっちゃ好きなんですけどね、僕。でなんかわかる感じがする。まあ、そんな感じがちょっと早口でいきましたけど、で、ちょっとね、パサクサクいきたいんでね。えー、いや、でもほんと、スマパンね、ただこのスマッシングパンプキンズはね、この後どうなるかっていうと、まあ、この辺、この95年とかが、まあ、全盛期だと思いますが、 えっと、ま、次の、この次のアルバム、アドアって98とか 7? ちょっと、正確な年号はあれですけど、それぐらいのに出したアルバムも、ま、いいですけど、僕はそのアドアを最後まで聴けたことはないですね。なんか70分ぐらいあって、あのアルバム。いや、ま、でも2枚組のアルバムの方が、それはその長いんだけどさ。で、 アドアはまあそのドラマーがねちょっとそのこう敏腕なねドラマーなんでだったんだけどちょっとドラッグ問題とかがあってまあ調べてもらえばわかるんですけどまあこう首にせざるをえ得ない状態になっちゃうんですねでまあライブそのいくそれ以降のライブだと別のドラマーなんかねそのアドアの時のツアーのライブ映像とか俺たまに見るんだけどなんか変なさスキンヘッドみたいなすっごいなんか 上手いい人が叩いてんだよね <laughs> あの人いいと思うけどなまあでも楽曲制作的にはなんかこうそういうグランジとか激しい方向に行かないっていう選択をしたんですねまあドラマが抜けたからなのかっていうのもまあもちろんそれも一因としてあるだろうしまあ何て言うのかなやっぱこうグランジブームみたいな激し,いそう激しくて暗いロックブームみたいなのが多分あったと思うんですよでそれに対するやっぱカウンターをも打ちたいと。 思ったっていうのもあるっぽいんですよね。まあ、これはどこまで本当かわかんないんですけど。で、まあ、この、ボーカルのこの、ボーカルで作詞、作曲全部やってる、ビリー・コーガンっていう人なんですけど、このね、まあ、まあ、ちっちゃい、ビリー・コーガンこう、スマッシング・パンプキンズって、でギタリストはあの日系のね、ジェームス・イハっていう人がいて、まあ、これ、ジェームス・イハのソロアルバムとかすごいいい、いいですよね。かの、あの、ゆいとかも。 そう、お気に入りとしてあげてったりするアルバムですよね。結構アコースティックで。で、えー、っと、まあジェームス・イハーはね、リン映画「リンダリンダリンダ」のね <laughs> あの、なんかね、曲とか作ってたりするんだよね。日系だけど日本語は喋れないけど、その、なんかたまーに日本と絡む仕事するんだよな、あの人。で、そう、あ、そう、ファウンティンズ・オブ・ウェインっていう、あの、いいパワーポップバンドがいるんだけど、そこの、 アダムと、あれだよね、スタジオやってて、アダムが亡くなっちゃったんだっけあのコロナで、だったと思うけど、あそこであのアジカンが、マジックディスクってアルバムの時に、2、3曲、4曲まあ、ちょっと何曲かね、あそこでレコーディングしてて、イハの、スマッシュ、その、ジェームズイ、ジェームズイハの黒いレスポールを使って、レコーディングされた曲とかもあるんだよな。 まあそれはいいんだけどえー、っとでまあベースはえー、っとなんだっけダ,ダーシーだっけあの女の人ねでまあうんとキャラが立ってるんですよ全員キャラが立ってるんだけどでジェームス・ヒハってやっぱすごいなんかギタリストとしてなんかキャラ立ってるしみたいなイメージはイメージがあるんだけどえー、っとセカンドアルバムのサイヤミズ・ドリームのギターのほとんどはボーカルの,あのビリー・コーガンが弾いてるらしくて。 でこのね多分それ以降の作品とかも結構そのワンマンっていうかビリー・コーガンワンマンすぎてギターほとんど自分で入れてんじゃないかな。違ったかななんかサイアミストリームはほぼ全曲そうらしいんだけどなんか他のアルバムも結構そうって聞いた気がする。まあちょっとここら辺はちょっと,ょっとあの確かな情報じゃないですけどちょっとがっかりしたよね。 てか、B コーガンね、めちゃくちゃギター上手いんすよね。なんか、オルタナ、グランジオルタナ系の人って、あんま上手くないイメージあるんだけど、ね、そんなことないっていうね。うん。まあ、あと俺コピーしたことがあるんだけど、コピー版したことあるんだけど、なんていうかな、やっぱ、歌いながらあれを弾くのは、ちょっと難しいです、僕は。うん。 なんかこう、向こうの人たち、いやなんかさ、ちょっと余談だけど、向こうの人たちのライブ映像を見ると、意外と、ボーカル、ギターボーカルがリフ弾いてて、リードギターの人がバッキングしたりしてるんだよね。うん。リフとかソロとかをボーカルが弾いてる、あの、クランベリーズのライブ映像を見たときですらそうだったもんな。なんか、そういうのある。何なんだろうな。なんか、リードギターの概念違うのかななんかその俺ら、なんか、 俺らみたいな、その、ロッキー音系みたいな人たちはさ、大体そのギ、ギター、ギター棒から複雑なことができないから、基本的にコードを弾いてて、で、もう一本のギターの人がさ、あの、リフとかオブリとか、えー、っと、まあソロとか弾くっていうのが、まあこれがでも普通だと思うんだけど、海外のバンドを見ると、そう、意外とそうでもないっていうか、感じ。あの、昔のパンプオブチキンスタイルっていうか <laughs>、うん。 昔のバンプはね、藤くんがギターソロ弾いてたりしたらしいですからね。マスカーより藤くんの方がギターうまいっていうね。まあ、それそうだろうっていう感じがするな。まあ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 、余談でしたけど。で、まあ、そのスマッシング・パンプキンズは、アドアは、そのいわゆるニューウェーブ路線とか、さっき言った静かな路線でもう全曲埋め尽くしちゃったみたいなアルバムなんですよ。で、まあ、これがまあ、世間的には、US 的には、まあ、こけるという形になりますね。 まあでも日本では結構好きな人が多いんじゃないかな。でも俺もね、別にいいとは思うんだけど、特にあの、パーフェクトって曲はめっちゃいいですね。パーフェクトのライブ映像とかも結構あさってた、去年とかもあさって見てた時期もありますけど、これライブでどうすんだろうみたいな。で、パーフェクトは、えっと、PV もすごく良くて、まあ、1979っぽい、ちょっと違うけどね、ちょっと違うけど、っぽい、その PV にもなってて、 めっちゃニューウェーブ系というかね、なんかこう、テクノっていうか、うん、ちょっと違うけど、まあシ、シンセ、シ、まあ、シンセポップ系っていうか、の本当に綺麗な曲ですね。で、なんだけど、でも、まあでもその、そう、だからアートスクールの木下力とかしょっちゅうあの、アドアみたいなソロアルバムを作りたいとか、ずっと今でも、今、最近でも言ってるよね、あの人ね。まあ、 もともとそれ、そういうのを作りたいって言って、あの、ひなっちが、俺にベース引かしてくれ、全編って言い出して、まあ、キリング・ボーイっていう、あの、アートスクールのあの、サブプロジェクトですね、さ、に発展するんですけど、まあ、それも余談ですね。で、まあ、こう、スマッシング・パンプキンズはですね、あの、まあさ、最初はその、 ハードロックっていうか、70年代ハードロックみたいな。まあメロディアスで70年代ハードロックっぽいことをやってるねっていう。まあなんかちょっと、君たち若いのに古臭いバンドだねみたいな感じだったっぽいんですよね。まあちょっと、これまあソースが、明確なソースがあるわけじゃないんだけど。だけど、まあ、ちなみにその前のライブ映像が残ってるん、ね、ファーストより前の。それはね、すっごいゴスゴスなんだよね。めちゃくちゃニューエーブンみたいなバンドで、ゴスっぽい格好して、いやなんか、 ゴスっぽい格好するのって、このメロンコリーあたりからだと思ってたんですけど、なんかその、それより前っていうか、初期の、初期というか、いわゆるサイアミーズドリーム、セカンドあたりの時をの格好って、なんかちょっとサイケっていうか、なんかこう、結構派手な服着てるっていうイメージなんだけど、その前の、そう、デビュー前のやつ、そう、ライブの映像とか上がってんだけど、すごいびっくりするね。 真っ黒な服着てほんとニューウェーブ本当にその何ちゅうんだろうなネオサイケみたいなことやってるっていうあ昔からまあねなんかニューオーダーの追っかけだったっていうね話をね最近ほんと聞いたけど、まあ、そういうのは人たちだったのけどでもビリー・コーガンは結構あのそうあのメタルメタルな,なんだよねあのカート・コバーンと違って割と80年代も好きなメタルだから あの、スコーピオンズとかと対バンして喜んでたりとかするの、そう。なんかね、やっぱ俺も、そう、グランジーの人たちって、80年代メタルみんな嫌いなんだろうと思ってたけど、そんなことないんだよね。やっぱカートコバンのイメージが強すぎるっていうか。うん。みんな別にそんな、割と地続きっていうか。でだからその、まあ、さ、重複になりますけど、やっぱそのハードロックメタル的な要素と、 まあだからそのビリー・コーガン実はめちゃくちゃギターうまいっていうあのピロピロ弾けるっていう、うん、楽,楽曲の中ではそんな弾いてないけどっていうねでそのそう,すそうあなんかねレディオヘッドなん,かなんかのロックのロックのレジェンドランキングみたいのを見てあのディープパープルとレ,とレディオヘッドだったらレディオヘッドが上になってるけどディープパープルのが上やろうっていう発言とかもあるんだよね。 あの人、うん。まああの人、そのビリー・コーガーちょっと痛い,いキャラっていうかそうそう、なんか話半分に聞いた方がいいよって言われたんだけど、知り合いに。あ、そういうキャラ、うん、まあなんかそういうキャラの人なんだって、ひがみキャラみたいならしいんだけど、あのー、まあ、その、そういうね、メタル的なものと、すごいそのニューウェーブ、ネオサイケ、まあ、UK ニューウェーブみたいなものが同居してるってのはやっぱね、 面白いですよねでまあなんだっけ話がずれたけどまあそのアドアが失敗してその後は2000年にまあ,あのまあベーシストは変わっちゃうんだけどえー、っとあれでホールの人ですねホールの人になってメリッサになってでまあマシーナっていうアルバムを2000年に出してまあ解散することになりますね で、えっ、ー、と、マシーナは結構メタリックな路線っていう感じかな。うん。まあ、マシーナは全然悪いアルバムとかじゃないですけど、1曲目とかめっちゃかっこいいっすね。で、でその後ね、そう、あの、マシーナ2みたいなのを、なんか、フリーダウンロードでね、配ってんだよね、あのあのね、実は結構早いんですよ。あの、いわゆるフリーダウンロードで配信するみたいなのは、音楽業界の中で結構スマパン早くて、 音楽業界にいわゆるその儲けさせるくらいだったらもうファンの人にタダで聴いてほしいみたいな理由だったらしいんですけど何かそういう,そのそう,そう,そう何が言いたかったかっていうのその古臭いハー,ドロックハードロックリバイバルだねのバンドだねぐらいの感じで最初言われてたらしいんですよねスマッパンってだけどそれがいわゆるグランジだとかって今最先端の今のロックの なんていうの先を走ってるグランジオルタナティブの先頭だみたいなこと言われるとまあなんかその気になっちゃったんだろうなとは思うんですよ。で,でだからその結構こういう2枚組のね対策でまあその他のグランジバンドにはないたおやかでね静かな曲とかもたくさん入ってるまあ攻めたアルバムですよね。こういうういいののを出してしててかもそそれがままた成功するっていうつまりその 攻めたことをやってもリスナーを信じていればこうやって成功自分たちの音楽性っていうのは受け入れられるんだみたいなまあそういうのはあったと思うんですけどでもアドアまで行くとやっぱ失敗しちゃうとっていうのでやっぱそのここまでかというまあなんかねそのオルタナティブを信じてたのにみたいなね勝手にオルタナティブをね背負っちゃったみたいなまあサーストンムーアーソニックイストのサーストンムーアーとかにも言われてたみたいだけど いやなんかあいつ自意識過剰やないかいっていなんかオルタナティブとはこうあらねばならないを背負,背負いすぎじゃねえのっていうなんかまあそういうところもねなんかでも言ってることは分かるなっていう感じもするんですよねなんかこうオルタナティブがオルタナティブじゃなくなったわけですよね90年代半ばぐらいになるともうそのニルヴァーナみたいな音楽っていうのはそのまあ主流になったっていう別にそう そういうことなので、まあ、それに対してまた、もう、人ひねり入れ,入れたいというかね、カウンター打ちたいという気持ちはわかるし、なんかそういう、そこはなんかでもちょっと100、100%鵜のみにはしてないんですけど、なんかでも、わかるなという気はします。で、えー、っと、まあ、そのそ、マシーナで解散した後はね、えー、っと、あ、あれもあるんだよね。何年に出たか忘れたけど、 なんか別のバンド、ズアンだそう、ズアンっていうバンドやりますよね。やったりとか、ボーカルがね。えー、っと。まあでも再結成をして、2007年に、えー、ザイトカイストだっけあの、あお、まあそういうアルバムを出して、俺あれリアルタイムで買ったんですよ。なんか結構いい、そんなにちょっとダサいリフとかもあるけど、まあなんかそんな悪くないアルバムだったような気がします。なんか結構。 当時はすごい好きで聴いてたな。うん。で、その後はちょっとよくわかんないですね。<laughs> いや、オセアニアっていうね、2012年のアルバムはね、一応借りたんだけどね、あんまり聴いてないですね。で、その後に、なんだっけ、なんとかエレジーみたいな、なんか水色のアルバムが2014年ぐらいに出てて、あれもいい、あれ結構いいって評判だったな。なんか俺の周りでは。もうなんか確かにちょろっと聴いたけど良さそうだったな。 で、2年前に新しいアルバムも出てるし、今年ね、また出したけど、2年前じゃないか、3年前かな。まあ、聞いてないっす <laughs>。ちょっとね、今回の、な今回はその、このメロンコリーの続編だとか言って、すごい大作なんでしょ、また。まあ、こういうね、過剰なのが好きな人なんだと思うんですけど、ちょっと聞いてないっすね、まだ、うん。あ、で、でもね、あ、そうそう俺がだから大学生の時に、その、 再結成した時は、ほぼ、オリジナルメンバーはいなかった、ジミー・チェンバレン、ドラムとボーカルのビリーだけ。で、他のギターとかベースは別の人だったんですよ。で、でも、あの、ジミー・チェンバレンもすぐ抜けて、ほぼまあ、だから、再結成とは言っても、もうビリーのソロじゃん、みたいな。リアル、あの、いわゆるその、オリジナルメンバーはビリー・コーガンがいないみたいなほ。いわゆる若手で揃えてるみたいな。 感じだったんですけどちょっと前ですよね。何年か前に、あの、イハジェームス・イハーが復帰するっていう,もう奇跡の、いや、俺は絶対ないと思ってたから、ジェームス・イハーが復帰して、まあ、ジミー・チェンバレンも、まあ、バンドに戻って、ドラムもい、ね、まあ、ベースだけ違うけど、で、前、その,その前にいた若い人は、若い人でいる、若いギターの人がいるんだけど、その人はその人いるんですよ。だから今、トリプルギターみたいな状態ですよね、スマパンは。 で,あでもあとねまあそのコピーバンドした時にライブ映像とかやっぱ見るわけですよどうやってやってんだろうと思ってそしたらやっぱ最近のやつはあのもうめっちゃキーが下がってる <laughs>、うん、一応半下げとかでやってると思います「TONIGHTONIGHT」トゥナイトとかうんそうまあまあまあこんな感じかなまあねこうグランジオルタナンティブ90年代ということで是非ね それ入門編としてもいいですよね昔ピープリンザボックスのえー、っとあの人波多野さんがなんかこれを聞いてぶっ通しで聞いて寝るってことをまあぶっ通して聞いた後にしか寝れないみたいな時期が時期も私にはありましたとか言ってましたねまあそんなねまあいろんないろんなまあオルタナ系の人たちから愛されてるアルバムですねということで 次回は、まあでもやっぱ何百円30分くらい喋っちゃうんだな。次回はストーンローですな。ということで、またお会いしましょう。